皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本佳也です。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回は先週に引き続き、一般社団法人京都府産業廃棄物 3R 支援センターの山田センター長をゲストにお迎えして、プラスチック資源循環をテーマに先週に引き続きお届けいたします。それではカンアラ情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、今回は先週に引き続き、一般社団法人京都府産業廃棄物 3R 支援センターセンター長山田和成さんをゲストにお迎えして、プラスチック資源循環について先週に引き続きお届けしていきたいと思います。さて、前回は廃プラスチック類の処理状況や事業者自治体からのアンケート内容をお伝えしましたが、ちょっとお時間が足りなかったので引き続きということでよろしくお願いいたします。まずアンケート内容からですね、処理業者からの回答結果ということで、意見要望が、ちょっと先週お伝えできなかったんですけども、はい、これについてお願いいたします。今出てるんですか。はい、出てます。すみません、資料支援センター山田です。引き続きどうぞよろしくお願いします。前回ですね、最後にちょっとだけ言ったんですけども、処理業者の方々からですね、環境省に対する要望事項というようなものがありまして、一番多いのがですね、処理施設の、整備促進ということで、やはり、絶対的に処理施設が少ないというようなことだろうなというふうに考えてます。このアンケートを見ると、ですから、一番いいのが、リサイクルの方向に持っていくわけですけども、はい、当面ですね、やはり、サーマルリサイクル、あるいは RPM 発電、なんかも含めましてですね、そういった、処理ができる施設がやっぱりいるんじゃないかというふうに私は考えているところです。おそらく、排出業者の方々も中間処理をなさっている皆さんもですね、そういうことが必要ないかというふうに思われているから、こういう結果が出たのではないかなと思っています。はい、どうですかこの内容を見て、寺君、もうそのまんま僕らも普段この仕事してる、本当このまんまだなと思いますね。ただやっぱり実際その不足はあるんですけど、やっぱ我々みたいな処理業者がもっとこうお金を使える仕組みだとかがあると、なんかもう少し投資も進んでいくのかなと思ったりするんですけど、そこのあたりがやっぱり欲しいなと思いましたね。昨日のですね、昨日付の、純学経済新聞をちょっとコピーしてきたんですけども、9月9日付ですね。はい、で、環境省は来年度予算約 1.4倍というような記事がありました。でこの中に海洋プラ対策ももちろんあるんですけども、はい、そういった意味でですね、施設整備の方に少し向いていくんじゃないかなというような気がしています。そうしないと、なかなか進まないですもんね、処理が。そうですね、環境省のホームページにですね、この辺の詳しい公表、どういう事業をしていくのかということが出てますので。あ、そうなんですね、環境省のホームページ、ホームページですね、はい、で予算のところにちょっと出てますんで、なるほど、その民間の事業者の方に、お金が流れるような事業もありますし、行政の方に流れるような事業もありますし、行政の方もですね、何か自分のところのですね、都道府県内で何かその、プラスチックのリサイクル に役立つような事業、環境省の事業はないかということを、多分これからみんな選んでいくかと思いますんで、皆さん方もですね、この辺ご覧いただいて、これ使えるんちゃうかというようなことがあったら、また国の方にですね、国も環境省が直にやる場合とですね、
外郭団体に一旦お金を流してですね、うん、外郭団体から民間事業者の方に流れてくる場合もありますので、その辺の情報をですねしっかり見ておかったがいいんではないかな。で前々回も3R 支援センターの事業を少し言いましたけども、はい、環境省には比べもならんような予算額ではあるんですけども、少しリサイクル施設とかですね、あるいはハイパーの 3R に資するような研究開発があればですね、少し補助する制度もございますので、うん、また具体的な話をしてもらえなかったらなかなか回答もできないんで、そういうふうな計画があったらまたご相談いただいたらどうかなと思います。そうですね、はい、京都府内の事業者さんはまず 3R 支援センターでご相談いただいて、で、まあ、京都府 の、 その、ね、補助金が使えるのか、もしくは環境省です使えるものがあるのかっていうご相談もできる、もちろん何でもお受けします、はい、ということで赤裸々に できないことはできない言いますけどなんか方向性だけでもね、はい、こうしたらいいよという、ね、はい、アドバイスいただいても、ね、いいかなと思いますね、うん。京都府はね、そういう 3R 支援センターがあるからいいですけど、他府県は他府県の場合はね、行政が直営でやっておられる場合が多いと思います。はだから行政廃棄物、特に産業廃棄物の規制をしているような組織の方にお問い合わせいただくか、各都道府県あるいは政令市あるいは市町村、まあ、市町村いっぱいなんで参拝とは時間に関係ないかもしれませんけども、うんうん、都道府県か政令指定都市のホームページをご覧いただいて、だいぶ奥深いところまでいかないと面かしませんけども、かなり奥深いところだと、ちょっと自治体のホームページ行かれてですね、検索をしてもらったら、うん、産業廃棄物補助金とかで検索してもらったら、うん、バッと出てくる場合がありますので、はい、お探しいただくだけの価値はあると思います、なるほど。そうか、新聞にもね、この業界誌にも各都道府県の補助、うん、制度とかですね出てる場合がありますので、まあ、少しでも有効にお使いいただいたら本当にいいと思いますので、はい。で、まあ、やっぱりプラスチック資源循環について障壁となっている課題っていうのは、その処理施設の不足であったり、ハイプラの資源化施設とか RPF の発電施設ですかね、うん、ですね。とりあえずそれが必要だと、例えば RPF を作る能力は今でも結構処理業者さんお持ちなんですけども、うん、はい、それを持っていく、それを処理、それを利用してもらう施設がないというのをよく聞きますので、ですから例えばセメント、今は製紙業の乾燥施設とかね、いうふうに結構行ってるということなんですけども、やはり紙 も、 もう需要にって言いますか、製造に点がありますね、あんまりこれから伸びていかないということで、やはりそのRPF にして発電するとかですね、あるいはセメントのですね原材料とか、はい、あるいは高炉鉄を精錬するときにですね、本来ならばコークスで鉄の中の炭素分を抜くんですけども、その代わりとしてハイプラチックを使うということも考えてありますので、そういったそれはまあマテリアルリサイクルっていうんですか、はい、まあ、そういったことでやはりそのハイプラなんかの販路先を見つけてはるような業者さんもおられますので、いろんな情報を取ってきてもらったらいいんではないかなと思います。はい。で、まあ、その先日ですね、環境省から出された自治体の施設で受け入れのお願い、ハイプラの受け入れお願いという内容の通知文が出される、それに対する自治体の反応とかご相談とかありますか？自治体というのは市町村の一般廃棄物の集約炉で、うん、お金を別にお金を取ってハイプラも燃やしてくれへんかという話なんですけども、なかなかねやっぱりやはりその焼却施設というのは皆さん方もご苦労されてると思うんですけども、地域の皆さんにですねご了解いただいてそういう施設を置いてるという場合が多いんで、市町村だってやっぱその市町村の焼却炉の周りの皆さんにご了解いただいてそういうふうな処理をしておられますので、そこに新しい廃棄物が入ってくるというのはなかなかご了解得にくいかなと私は想像できるんですけども、いやその通りですよ、僕も他の自治体の方聞いてると、はい、いやいやその約束が違うと言われてしまうと、約束、うん、地域の一般廃棄物を燃やすために焼却炉を建てたのに、うん、それ広域処理である産廃をね、産廃の廃プラスチックを引き受けるっていうのはちょっと約束が違うと言われてしまうので、
行政も積極的にそのための同意を取ったりとかね、説明会を開いてすることは難しいっていうことを言ってましたね。それでちょっと環境省に現状どうなんかちょっと聞いてみたんですけども、はっきりとした回答は得られなかったんですけども、はい、あんまりその積極的に、産廃のハイプラを昇格していただいているようなとこは把握できてへんという話をしておりましたんで、その辺はどこまでのことを語っていただいたのかわからないんですけども、やはりあんまりまだ市町村、自治体のですね、昇格路で産廃ハイプラを処理されているとこは、はっきりとはないんちがうかな、どうやって私聞いてません、そうですね、多分出てきたらすごいニュースになると思うんですけど、界隈ではねざわざわするんですけど、どこかが先便切らないと、なかなか進まないと思います。溢れるだけで、はい、市町村の昇格路は今熱回収してるとこも発電したとこも結構あるんですけども、ほとんどが昇格してるだけにありますので、ですね、はい、だからそのサーマルといえどもリサイクルという観点ではできないんで、もともとそういう目的じゃなかったからね、そうですね、今市町村でも結構熱回収されてますけどね、やはり効率は結構悪いんで、はい、あ、なるほど、同じではないとそれからもう専門にあるペールにしてそれを燃やした方がよほど効率がいいと、はい、で先ほどの、ね、処理業者からの回答アンケートの結果からで言いましたが、意見要望で、ね、あったんですけど、 3R 推進のための環境整備や排出事業者への周知、あとその他の内容として再生プラスチックの国内流通促進やペットボトルの分別の簡易化などがありましたが、排出事業者さんも何か取り組むべきことは、あると思われますか？今よく言われてるんけども、例えば生分解性プラスチックとかですね、ちょっと海洋ゴミの方に行っちゃうんですけども、はい、自然界でも分解するものとかですね、はい、でプラスチック代替製品、ストローとかね、容器とかね、はい、そういったものにお取り組みされてるところはよく聞きますね。そういうような姿勢というのは、結構大事なのかなと、はい、排出する時点からハイプラ製品を減らしていくと、それはリデュースっていうんですかね、そういう観点の取り組みも結構必要なんだなという気がしますね。で結構今世間でプラスチックを使わない運動みたいなのがなんか広がってますけど、あれはワンウェイプラスチックのことですよね。そうですね、結構皆さんもうプラスチックは悪だみたいな形になる、再生できるプラスチックを使おうっていう、バイオマスプラスチックとかね、要するにバイオマスから作られているようなプラスチックとか、あるいは生分解性のプラスチックとか、環境地に出ていってもですね、今までの普通のプラスチックだったらなかなか分解せんし、ちょっとまだこの次の話題でもあるんですけども、海洋プラなんかの、はい、問題になってますので、そういったことにそういったことをやはり極力減らしていくために、分解するようなプラスチックなんかの取り組みをされていくと、されると。で前回説明しましたプラスチック資源循環戦略の中にもですね、はい、やはり海洋プラスチック対策ということで、そういうふうなことも書かれてますんで、排水業者の方もそういうような観点からの取り組みが出さないとか、仮に出ていっても環境地で分解するよといったものにしていただくような取り組みが必要なのかなと、それとあとは徹底的な分別ですか？そうですね、そちらも要は排水業者の方にですね、3R の取り組みを聞くんですけども、で何か違法ない、一番違法なんですかというようなことを聞くんですけども、はい、前々回申しましたゼレマアドバイザーの方々の勉強会なんかしてる場合ですね、はい、どういう取り組みが一番減量ゼレミに近づきますかって話するんですけども、やはりね、皆さん口揃えておっしゃるのはですね、徹底的な分別やと。金属にしても、瓦礫にしてもですね、もちろんハイプラにしても、ハイプラも種類がありますんで、はい、前回申しましたように、そうですね、ポリエチレンもあるし、ポリプロピレンもあるし、ポリシレンもあるし、その辺の徹底した分別によってやっぱりリサイクルが進むというふうにおっしゃって、みんなそうおっしゃってます、ですからその辺のお取り組みがやっぱり大事なんだろうなと。ただその分別するには置き場がありますので、分別場所がいるんでその辺がなかなか取りにくいというような業者さんもおられますので、そこら辺を社内でどういうふうに工夫されていくかというのが結構大事なのかなと。それと
やはりあの現場の方々、担当の方々はそういうの廃棄物なり環境の取り組みというのは非常に熱心にやっておられるとか多いんですけども、うん、経営者の方にね、あの経営側にそれを知ってもらうというのがなかなか大変やと。そんなことをしてるよりも、うん、あのそんなことに時間とか金なんか使うんでもいいからって話もされる場合もあるとか聞きますので、やはりそういう取り組みが大事な、取り組みが大事なということを経営側にどういうのをお伝えしていただくかというのをそのための ISO 一万円を推進とかね、うん、経営 ISO なんですよ。あれ経営者にね、経営者のトップダウンでやる仕組みだから、はいはいはい、なかなかそこはね、あの分別、僕は分別あんまりね、開発中かね、分別は要するにあのゴミって混ざってくるわけじゃないでしょ、こう、うん、あの単独の資源からずっと来てね、製品になって混ざってくるわけでしょ。それをまた戻して分けるっていうのは、このエネルギーっていうのは同じだけいるじゃないですか。言ってみて簡単に言えばね、エントロピーの法則じゃないですけども、複雑化していくのが難しくではない、うん、いやいや複雑化していくのがゴミじゃないですか。だから分ければ資源、混ぜればゴミのね、そこをね、あまりにも細かく分けすぎると、光学分別とかねやっちゃうと、それはそれでまたあの全体のエネルギーの効率から見たら悪くなる、そこに、ね、集中してしまうと悪くなるんちゃうかなと思うんですよ。もっとこうざっくりで違うかなという気がしますけど、まあ、そうはおっしゃいますが、はい、まあ、一般論として語るのと、はい、やっぱり現実論ですね、いや個別論として語るの、はいはい、ここの工場ではどういった形が一番いいんだと、うん、ここの工場でどういったことが一番いいんだということはあると思うんですよ、はい、ありますね、はい、だから総じてどれがいいというのはないと思うんですけども、うん、私がお聞きしているその排水業者の方に聞いたら、うん、分別が一番リサイクルにつながるというふうなことをおっしゃってました、ね、うん、そう、やっぱどういう、ね、その販売処理業者でもいろんなプレイヤーがいるんでね、うん、あの隣にも超大きなメジャーの会社がいれば、もうそこ一社で完了できる可能性もあるけれども、やっぱそうじゃない地域が多いので、うん、それぞれ得意分野の産廃業者に得意分野のものを触れるっていうのが一番いいような気もしますし、処理業者目線でもやっぱ一番コストを抑えられるような気はするんですけど、うん、うん、ただ徹底的な分別ってなかなかね、まあ、知識がないとね、うん、情報がないと難しいですよ ね、 もうプラスチックにもいろんな種類があって、金属もいろんな種類がありますもんね、まあ、あのそこまで手間かけてやる、まあ、余裕という、まあ、意味があるかないか、ちょっとそうですわ、というのもその排水業者によって違うと思う、うん、そう捉え方が、ね、違いますね、うん、意味がある人もいてるし、意味がない人もいてるからね、うん、まあ、それにつながってくるかもしれないんですけど、やっぱりあの廃棄物処理業者も今後どのようにプラスチック資源に取り組むべきかっていうところで、やっぱりあの、ね、資源に変えられる、うん、あのプラスチックは問題はないとは思うんですよ。今でも有価で取引される汚れた廃プラスチックですよね、問題は。あの、中国にあの輸出するときにね、あの綺麗にして輸出したら今でもできるんちゃうかなって私は思ってたんですけども、はい、これも同じ日付の循環経済新聞なんですけども、そうそうそう、はい、中国もですね、はい、綺麗なハイプラモを輸出せへん方向やと。あ、そうなんですか。あの、うん、国内で回していくと。そうですね、国内でもやっぱりあんだけ人口がおられて、あんだけ産業活動があの活発やったら、うん、ハイプラっていうのが出てくるわけですね。うん、で、あの私も綺麗に洗って、仮にあの非常にあのいいハイプラにしたら取ってもらえるんじゃないかなというようなことは、輸出できるんじゃないかなと思ったんですけども、うん、やっぱ中国はもうそれでもダメやというような方針で来てるようです。あ、うん、そうなんですね、国策的にも完全に閉ざすような、ね、そうそう、鎖国状態に入ってきましたね、うん、だからやっぱりあの日本国内でどういうふうに地産地消という形で回していくかというのを僕も提起したんですけども、まあ、綺麗なハイプラだったら国内でも十分回せるんじゃないですかね。そうですね、まあ、そうですね、だからあのその汚いハイプラを、まあ、破砕なりその後の洗浄なりね、はい、そういうことをしていったらいいんじゃないかなと思うんですけども、それもさっき岩田先生がおっしゃったように、どこまで手間かけてね、どこまでエネルギー投入してやるかっていうのはね、あのその量にもよりますし、汚れ具合にもよりますし、ただあの処理したらやっぱり汚い水が出てくるわけですから、はいはい、でその辺のコストとかね、そういったことを全部そのいろんな白帯があるので、その辺のことを十分考えながらやっていかんやったらあかんということで、ただただ破砕したらいいとか、そうそうそう、ただただ洗浄したらいいっていうわけではなくて、 そこら辺の、まあ、だから昔のリサイクルみたいに闇雲にリサイクルしてて、あとそのコストを考えずにね、とにかくリサイクルやらなあかんねやということをやってて、結局何してこっちゃ分からないことがあったじゃないですか、ね、そやから場合によったらもう
燃やして熱回収しかないという話が出てきますし、ね、協定が難しいですよね。その処理コストをどこまで廃止事業者に返していいものかっていうのを、私ごときでは語れませんので、岩田先生よろしくお願いします。それやる支援センターの方がなかなか難しい、難しいね、個別対応みたいなね、個別の話になっちゃうからね。じゃあ今から探りながらって感じ。今まで考えてたようなリサイクルの概念じゃダメだってことですよね、うんうんうん、まあ、それも必要だけども、ちょっとあの少し、あのいい原料を作るとかね、うん、でその辺であのもう本当に、高度な熱回収をするとかね、はい、まあ、そういった少し違う視点もいるんでしょうね、うんうん、まあ、やそれにしてもやっぱり排出事業者さんでの取り組みっていうのが、その代替製品を使うとか、うん、もうプラを使うのやめるとかいうことが、あの海洋プラの問題を解決することにつながっていく、そうですね、海洋プラの話もちょっと思ったんですけども、時間がないようなんで、はい、で、まあ、事業者の方からすればその分別の徹底とか、あとはもう破砕とか洗浄とか、あの、まあ、高度な原料を作るという観点でどこまでできるか、あのいい原料を作ると、ハイプラからその辺にかかってるんじゃないかなと。作り手側のメーカーサイドもね、そういう意識になればよりいいかな、でそこで販路を開拓しないといけないってなればね、また、あの 3R 支援センターの方に相談しに来てもらう、ちょぼっとしたあの支援事業あまり自慢してるもん、ね、いや京都府だけってか、なんていうかな、京都府だけで考えると、うん、マーケットの、ね、幅が狭くなっちゃうん で、ね、本当はもう少し近畿ぐらいまで広げて、うん、連携してね、その中で、市場を開拓すればいいんやろうけどね。市場開拓については、ね、別に、うん、あのできたものをあの、ね、他府県に裏払おうが、はい、それは全然結構なんで、まあ、京都府内の事業者さんであればってことですもんね。はい、そういうわけでね、あの、まあ、開拓に関してはまた河原でも相談の方を受け付けてますので、どうぞお気軽によろしくお願いします。お願いします。はい、そういうわけで、3回にわたり先生たちありがとうございました。 まだまだ全然食べませんでしたね今回はい、またあの、はい、次回ということで、はい、それでは先生教えてのコーナーです。 CM です。ありがとうございました。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、先生教えてのコーナーです。はい、今週は経営分析ということで、そこまでたどり着くかどうか別だけどね、普通のその社員の方とかが自分のところの会社の決算書を見て、うん、いやうちの会社は儲かってるのか儲かってないのかとかね、そんなことが分かればちょっと面白いじゃないですか、ね、まあそうですね、慣れちゃいますこんな、ないかせこう見慣れ見て慣れることを、そうざくっと計算できたらいいよ、うん、あの本当に割り算だけやから言ってみたらね、そういった、竹本さんに聞きますが、また、経営分析の3つの切り口、はい、お願いします。3つの切り口、うん、これ先週お話ししましたっけ？してないそんなん分かるわけねえだろ一番気になるのは収益性やんか、儲かったか儲かってへんかやろ、はい、あ、そうですね、それ一番分かりやすい、収益性な、うん、これ知りたいやん、はい、で2つ目が効率性や、うまく、あのお金突っ込んだ分だけ儲かってるかどうかな、効率性、回収できてるから、そう、回収できてる、効率性な、で3つ目が安全性や、安全性、うん、ちゃんと借金返せてるかどうかや、あもうか借り入れに、ね、返せるか、この3つの観点から見る、収益性、効率性、安全性、3つの観点から見るんよ、はい、収益性見るにはね、あの一番分かりやすいのは、ね、売上高総利益率というやつがあるね、売上あって原価引いたやつが粗利いうやつ、あの日本の中小企業の社長は大概この粗利で止まってまうね、そうですね、った支払いこんだけあった、はい、あとね従業員の給料とか設備投資とか、そうそう、そんなこと全然無視してこのあれで止まってまうからあかんねんね、だけどこれは何のあれやと思う、そのあらりが儲かってる、あらり益率が高いっちゅうのは、高いっちゅうのは、うん、高いっちゅうのは売上あって原価だろ、うん、売上大きくなって、はい、売上大きくなるということはいっぱい売れることやんか、そうですね、いっぱい売れるということはあの数量の効果があって、うん、あの原価下がっていくやん、はい、分かる、はい、ね、ということは
粗利っていうのはその商品とかその会社の人気のバロメーターやね。あ、なるほど。人気があるかないか。人気がなかったら、なかったら売れへんやろ。売れないですもんね。粗利は それ見てな、うん、次営業利益率や、はい、営業な、そこから販管費いくな、給料とか設備投資とか、うん、その引いたやつが営業利益やな、はい、これ本業の力や。うーん、本業な、本業の力、本当にその売上を獲得するためにどんだけ、うん、使いましたかやな、限界以外に。それ見るのが営業利益。最後経常利益、経常って呼んでるんやけども、これ何やと思う？経常利益、うん、営業利益と経常利益の間にあるのは、営業利益から何か引くわけや、引いて経常利益になるな。何を引く？何を引く？え？経費ですか？経費違う。違う。経常利益って言うけど、大概支払い利息や。うん、ああ、なんか。特別損益やからな、これな。あの、支払い利息をいっぱい払ったら、経常利益ちっこなるやん。100万円営業利益あって、支払い利益50万やったら、経常利益50万やろ？はい。社長、これは、ね、実は、ね、社長の力や。はい。なんか言うてましたね。うん。なんでか。社長に信用があったら、うん、あの、金利の安いとこから金借りれるやん。うん、お金をね。そうですね。いいとこからな。うん、だから社長が、ね、変やったらサラ金とか借りてしまうと、さらっと聞き流してたな、このな支払い率が大きくなってまうから、はい、営業利益と経常利益の差があまりにも大きかったらその会社はちょっと危ないってみんな、僕らはね、だそうです、うん、収益面からそれな、効率面から効率面から効率面から、はい、効率的なことな。これはね、有形固定資産、回転率とか棚卸資産、いわゆる回転率系というね、何回転したかっちゅうね、また難しいな、回転につけてるんやけども、これは売上高を分子に持ってきて計算するんやけども、こういうことやんか。倉庫があってな、うん、1年間でこれ10回倉庫空になって入れてる会社と、1年で1回しか入れへん会社、はいはい、回転率1回転と10回転やな、うん、人気がある会社や、それは商品10回転ということな、うん、そういうことや。固定資産、倉庫という固定資産に何回そこ商品が入って出たかいうことを見るのが回転率のことな、うん、時間ないんで安全性だけ言うとかな、はい、流動比率とか当座比率やつ、比率のことこれはな、はい、要するに、これもキャッシュフローに近いんやけども、そう手元に何本かあって、その、借り入れた利息を払いますか、返済できますかっていうことを見て、安全性やな、安心やんか。あ、まあ、廃棄物処理業者でよく見るのは自己資本率、自己資本率、そう、自己資本率な、 10% 以上、これは 10% 以上だけど、普通平均 30% やね、実は厳しいね、企業平均なそれ 10% でええ言うてねえから、こんな楽なとこないんやけどな、本当はね、はい、はい、ザクッとでしたが、はい、はい、というわけで、はい、はい、今日も明日も一日が安全に、また来週、はい。